ロス討論に入ります。ちょっと時間が入るのでご注意願いたいのも、質問者は 30秒以内に質問して、回答は1分以内でお願いしたいと思います。まずはですね、中山さんへの質問をお三方にお願いしますが、最初じゃあ小永さんからよろしくお願いします。はい、前の知事選挙で県外移設を公約いたしましてですね、昨年は特にもう3年間全部ですけれども、県外移設が早い、辺野古移設は現実的ではないと、辺野古移設でなければ普天間固定化という論がですね、政治の堕落だと批判をして、私も感激をいたしました。しかし今や辺野古が最も早い、ベストと正反対のことをおっしゃっているわけでありますが、この対するですね、認識というものをお聞きしたいと思います。ですね、私の主張は基本的には一貫しておりますよ。つまり辺野古というのはあなたの時間もかかるし反対運動も全く当然です。ですからいろんな歴史がありますから、だからどちらが早いかといえば、すでに滑走路があってですね、できているものをもし選ぶことができればそれが早いに決まっているということは申し上げました。だけど天満の一日も早い危険性除去のためにどうしたらいいかというのは、今申し上げたことも部分的にしか受け入れられないとすれば、基本的にどうしたらいいか、これはあらゆる手段を私は駆使してですね、実現する、この普天間の皆さんの枕を叩きして眠れるようにする、こういうことを私は考えてやってきました。そういうことで5年以内の普天間の運用停止状態の実現を安倍総理と確約をいただきました。そういうことでなるべく早くという部分はこれでできたわけです。あとは政府の埋め立てによる移設、こういうことで持っていけば極めて現実的な、案だというふうに考えております。はい、次は下地さんから中山さんへ。中山知事はもう8年間審査されていて、1期目の公約の時、2期目の公約の時、また今回3期目目指す時の公約、同じのが3回出てる。待機児童ゼロという話がね、で今3000人の規模まで待機児童がいるわけなんですけど、やっぱり一時が万事、その一個ずつ結論出し切りたいんじゃないかと思うんですね。だから同じ公約が3回出てくるっていうのはやっぱどうしてもおかしくて、やはりこういうふうな政治の実現性がないということについてどうお考えなのかということをちょっとお聞きしたいんですけど。ですね、実現性がないではなくて、公約というものは、当然その方向に向かって実現に向かってやってるわけで、私のこの4年でしたか8年でしたけども、これ8000人分ぐらい増えてるんですよ。待機児童解消のためのですね、容量は。ですから全然それはきちっと公約通りやってるんです。ただ難しいのはそういう時にですね、やっぱり今度は母親が子供を抱えていた人が今度はその保育所に預けて働きに出るという新しい行動がやっぱ起こってきている。この部分をなかなか予測しがたかったと、こういう部分であってですね、待機児童ゼロに向かってもどん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 今進んでるんですよ。あと 4.5 年、5年弱で待機児童ゼロになる。ですからそういうおっしゃる方はね、現実をもう少しきちっと見ていただいた方がいいと思いますね。はい、次に皆さんから中山さんに。交付金30億円以上確保金属の約束に一切条件はないのか、それから辺野古地反対の人が当選しても継続されるのか、それを投票日までに文書で確認できますか。文書で確認とおっしゃっているのはよく分かりませんけれども、それにちょっとお答えしかねるんですが、まず一つは3000億円台の予算の獲得、これ今の安倍総理大臣が閣議の発言などにちゃんと記録されておりますから、それはそれで今度の計画が終わるまでのあと7、8年ちゃんと内閣として一生懸命やるとこう言ってるんですから、それはそれとして受け止めてやっていくべきだと思います。ただし誰が当選してもできるかというのは、これは与党に属しているか野党であるか、考え方が一緒か一緒でないか、実力がどうかなどなど、いろんな政治的な要素があるわけでしょう。参議院選挙やっておられて、やっぱりそういうものに大きく影響を受けるとは思いますよ。
はい、ありがとうございます。次は、田中参議院の質問です。これは清水さんからよろしくお願いします。今話を聞いてて、振興策と基礎問題リンクするなっておっしゃるけど、那覇のセルラードームも、ね、あなたが那覇軍港の浦添移設を容認したから、防衛省の会議全部やりましたよ、ね、これ私が言ったから要求してきたの分かります、一緒にやってきたからね。また今回も基地問題に関してもこれだけ辺野古を進めてきたのは、ね、一番の功労者はあなたです。そういう方が急に反対と言ってることも、私は非常に理解苦しむ。また今回も反対と言ってるけど撤回も言わないというようなこと、なんか言葉が全部矛盾してるようなもので、どうなんですかね。今セルラースタジアムの話をしましたけれども、当然沖縄は何をするにしても基地とは絡んでいます。しかしあれはその基地を提供してるからお金をくださいとして私がお願いをしてるわけじゃなくて、沖縄のですね、スポーツアイランドとしての観光立県としてのですね、ステータスを高めるために、このスポーツアイランドの充実のためにですね、セルラースタジアムの中をですね、構想したわけですよね。構想をしてね、その中で、やったからこそ、じゃあどこからお金が出てくるかというときにね、仕組みとしてはそうなってるから、防衛軍からですね、防衛省から出てくるような形になる。だから、それを何もその普通のですね、予算措置でできる場合にはそれでいいんですが、こういった絡みでですね、来た場合には、そういう仕組みがあるわけですから、私たちはそれをですね、しっかりと当然の権利としては、初めてなんですよ。基地を送る方がお金をもらったのはあなたのところが初めてなんです。これはあなたが要求したからやったんです。同じ質問ですね、皆さん聞いてください。承認は公衆住民法の求める環境保全への配慮に反してね、明らかな瑕疵があるわけですね。取り消しは知事の決定や文書で通告するだけで事足りるというわけですね。実力阻止するならば別だと思うんですが、辺野古埋め立ては合法的、平和的に止めるには承認取り消しか撤回しか方法がないんですね。それなのになぜ辺野古埋め立て承認取り消しあるいは撤回を公約できないのか、明確に納得させることができないかと言います。はい、木田さんと違うのは、私の場合にはですね、やっぱり選挙でですね、勝利をして、そしてそのものを日本政府、アメリカ政府、総理に突きつけて、そんな反省をですね、やってもらいたいと思います。ちょうど県民投票と若干見てるところがありますけれども、これを県民主としてですね、伝えていきたいと。こういうふうに思います。それから、いわゆる環境保険も厳しい判断をしてましたから、しっかりとですね、その審査過程を見ながら、知事権限としてもですね、こういったものを取り消しに持っていきたい。そしてそれが、一つ難点を埋めましたら、撤回というのも視野を入れながら、新辺の基地の建設をですね、止めていきたいということです。はい、続きまして、中山さんから、小長さんに。はい、小長さんは、普天間問題というのは作業の漏洩である、ほっておけばいつかはなくなるというような趣旨の発言をされておられます。これは県民の内地や宜野湾市民の命と暮らしを一体どうする、守らないということでしょう。それから事故が起きるまで何もしないという意味ではないですか。少しおとぎ話的な表現が強すぎて、ちょっと真剣にあなたが考えておられるかどうか疑義を生じさせますねと思うんですが、いかがです。はい、私は大病を患う前は硫黄島にですね、普天間の基地の一部をですね移転できないか、日米安保条約もですね、そういった意味でこの緩和をするためにですね提案をしたことがあります。で、今知事がおっしゃるように本土に丸投げ、日本政府に丸投げじゃいかんじゃないかという話をするんですが、去年の5月にですね、参議院 の沖縄対策委員会というのが来て、各党会がですね、うちの基地を持っている市町村長と会話をしたときに、ある参議院議員を欲しているんですけれども、なんて言ったかというとですね、大きな声でですね、日本が受けないと言ってるんだから、沖縄が受けるのは当たり前だろう、不毛な議論はやめようねと、そういうところから丸投げされてですね、僕らは丸投げを受けて、沖縄がそれをですね、判断するのかというね、こういったことと基本的な認識がですね、僕は知事と違うと思う。答えになってるかな、自分の老化かどうなんだっていうのは1分ですからね。うん、吉井
次は下地さんへの質問ですが、これは秋名さんからお願いします。先ほどもこの質問になると思うんですけど、辺野古埋め立てについて政府は、来年早々本格着工を計画しているということですね。新市の予算が執行時期の4月以降で間に合うか、また県民投票には5億円もかかるだろうと言われているし、無駄な出費なので、唯一最大の争点になっているこの選挙で民意を確認すべき、民意を優先すべきではないと思っていますね。だから県民投票は実施なさるか、よろしく。県民投票はやります。それで私が1位になったらすぐ工事のですね停止を国に要求をしてですね停止させて、その後県民投票を2月の2回で上げて5月に県民投票をやりたい、その後安倍総理がこのことについて私どもの県民投票の結果で反対ということが出て、それをもし聞かなければ埋め立て承認の取り消しのですね裁判をやって、それでその訴えた後ワシントンに行ってそのことを伝え、本気ですよと伝えて、その後はもう県民運動で止めると、それで初めて言ったことです。下地さんは前から天満の移設先は派手な統合論であったり、またキャンプシュワーズの上側ですか、なんかいろんな案であったり、いろんな案をあれこれあれこれおっしゃった記憶がたくさんあるんですが、今度は県民投票でご自分の考えとかその天満についてですね、ご自分の考えとか政治家としてのこの政策、ここがないということですか、あとは素人の県民、素人みたいな必要になるか、本業を持っている県民に判断を頼むというのは、これいかにも政治家としていかがなものかと思うんですが、どうですか。それと自民党がそれを、そういうのを反対してやったというのも、鳩山さんの問題もそうです。今、政治が混乱している中で、誰のジャッジが一番いいのかということを考えたときに、私は今、政治家のジャッジじゃないと言ってるんですよ。今は県民が素人とおっしゃったけど、県民は素人じゃありませんよ。しっかりと自分のことを考えられている県民ですが、県民が今、この問題で、私たちは本当に反対なのか、賛成なのか、そのことを明確にすることが、安倍総理に対して一番私は効き目のある手段だと思って、今、反対の政治家を選ぶことは、私は反対の政治家を選ぶことと、県民投票の反対とでは、もう重みが違うと言ってるんですよ。沖縄の政治はそこまで来てるんですよ。だから、県民投票で物事を決めるということの方が一番重い、その結論こそが、この問題に終止符を打つというふうに思ってますから、県民投票でということですね。次の質問。失礼しました。小長さんから、これは偶然なんですが、今知事のですね下地さんに対する質問は私全くと同じなもんですから、若干同じことであるんですが、試験も変えましてですね、やっぱり下地さんは行動力決断力ですね、私はこの20年も見てきましたけども、大変、ある政治家でありますが、やっぱり、自分のですね判断で、そして、知事の公約としてですね、その考え方を示して県民を引っ張っていくというのが下地さんらしいんじゃないかなと思います。賛成反対の知事と名護市長がもう5回も4回も5回もって決断できないんですよ。さっき言ったことは同じこと言うところにありませんけど、今大事なことはもう18年も時間が過ぎていることなんですよ。小長さんで自分でさっき言った硫黄島の話でした。今回は県内から県外に変わる、そういうふうなことの背景もみんな自らの政治理念があって決めるわけですが、私も今までちゃんと自分の考え方を示してきたことのない政治家ではない。しかしその人が県民投票だと言ってるのは、もう今は政治家が決めることにはもう無理がある、そこぐらいまでもう政治が混乱してるんですよ。だから今は冷静にスコットランドの住民投票みたいにもうこの県民投票を決めるということが先延ばしをしないことになるというような判断、この判断こそが私は政治家の判断なんです。先延ばしじゃないんです。6ヶ月以内に終わらせるということも言ってるわけだから、そのことはですね、もう本当に今までの混乱を何とかしたいという政治家の思いであるというふうに思っていただければと思います。はい、最後は木名さんへの質問をお願いします。中山さんから失礼します。はい、はい、木名さんが辺野古を埋め立て承認についてですよ、撤回でしたかね。
取り消しとかそういう趣のことを言っておられますが、ある意味で一番明快というこの3人のお方の中で一番明快ですが、これはですね、普天間どうされます普天間、そうすると普天間、この世界一危険だというこの普天間を放っておくということですか。まあ、世界一危険な基地といったのは、あのダメージ増えるんですよね。あの方はイラクに行って何十万も人を殺す人間が言うことをまず信じられないというね。ね、これはまずはなぜそんなことを良識ある沖縄の文化人や政治家たちが使うか、僕は不思議だな、ね。ね、私はやっぱり具体的なことを求めて妥協することは大いなる間違いを起こすかもしれないという、ね、背景には何が動いているかというとよく見極めなければいけないという、具体的なのは決して答えではないということですね。大いにこれは漁夫なりという形で常に辺のこと普天間を喧嘩させてね、大いに漁夫の利を得るというものがありますから、そういうものを見極めていくという考え方を今沖縄の県民が持たないと、これは今後の10年間の振興策ね、それから基地変化のプロジェクトね、そういうものをね、これは狙って喧嘩させておいてね、漁夫の利を得るもうする大いなる中央の業者がありますから、私は沖縄のこの産業界がだらしないというのは、そういうことも把握してやってくださいよと言いたいんですね。よろしくお願いします。はい、次、小永さん。はい、私の方はカジノについてなんですが、はい、私は沖縄観光というのは、先ほど来私が申し上げたように、そういうところは沖縄らしいですね、観光というのが本日に気づいてきていると思うんですが、やっぱカジノは、そういった沖縄の本来あるものをですね、こう壊すイメージを持っておりますし、それからまあ普通に言える依存症、あるいはまたマネーロンダリング、青少年の影響、そういうことを考えると私は反対なんですが、木田さんの考えを聞かせてください。まあ、私は条件付きで賛成ですね。何かと言いますと、沖縄レストランとか飛ばすかったんですけど、今本土の人が沖縄に来た時に、あの鹿児島と宮崎と沖縄があまり変わりはないんだと、ね、沖縄の人がほとんど感じられないという、南国法もなくなってしまったという、だから僕はなんで沖縄らしさというのはもっとね、あの大胆な行動を起こせないと不思議なんだという。それからね、まあ、このカジノの話なんですけどね、すぐ依存症と話をするんですけど、沖縄の県民が、ね、年間にパチンコに流しているお金って4000億、交付金は3000億しかないのにね、なんで500億余りの頃その、ね、パチンコ代で注ぎ込むことができるかというのは、先祖が代々作ってきた財産、動産を売っているという、今のままいくと一等地、二等地、三等地から我が、ね、県民を背後に追いやられているという、私はそういう意味ではまだね、カジノというのは 36% 県に還元できるし、経済に固定しても非常にね、あの非常に僕はパチンコと比較するのは大いなるプラス面があるみたいな、だから私は それから一つ、大人のパチンコというのは貧困層をいじめるんだけどね、カジノはなんていうんですか、あの富裕層をいじめるという、オペレーションは沖縄に向かないかもしれないんですけど、関連産業は確実に沖縄の、ね、地元の人たちに逃げ出すという条件付きで、私はあのパチンコよりは絶対にカジノの方がいいと思っておりますね。私は、はい、下野さん、同じ質問、木田さんに。あの木田さんがこの立候補した最大の理由は辺野古取り消しですよね。小永さんも辺野古は反対ですね。反対が小永さんに対して、ね、対抗する形で同じ考えの木田さんが取り消しに出るというのは、小永さんの反対というのは全く信用してないと思っているのか、ね、やり方が違うと思うのか、どっちなんでしょうか。認定非なる ものはもっと悪兵をもたらすということがあるんですね。私は最初、小永さんが非常に信用して、ね、小永さんこそがまさにね、オールキャンのセントの立つものと思ってて、しかしよく文言を見ていくと、責任を取ってないというか、ね、やはりこの視点をね、私は沖縄県民がこの言葉で封印されてしまうと、島津以降に400年間の歴史で我々の努力は何だったのか、これ先人、先祖として申し訳ない。私は言葉によって翻弄されてきたこの沖縄が、まあ、しっかりこの微妙なこの言葉遣いをね、見抜く時期に来ているという。最初は中町知事に怒っていたんですけど、2番目は長寿に怒っているんですけど、今は一番小永氏に怒っているんですよ。あと、
まあ、予定されていた質問以上なんですが、最後に私からですね、ぜひお尋ねしたい質問が来てございます。それは公約の重みについてであります。公約をですね、守り抜く決意、あるいは守れなかった場合ですね、辞任する覚悟は終わりかどうか、その点をお聞かせください。中山さんからよろしくお願いします。公約が実現するために、やってるんですから、一生懸命実現しますよ。実現に向かってやるんだから、よくマスコミさんもそうだけれども、この、公約を発揮したとか、何でしたっけ、公約を破り捨てたとか、いろいろとおっしゃるんですが、大きな環境変化によって公約の目標とか公約を実現する手段、手法というのは環境変化に大きく影響を受けるという点も現実問題です。あるいは先の話ですけど、ただ例えば普天間の問題について私は世界一危険の普天間の一日も早い危険性のところずっとこれ貫いてるんですよ。これが私の目的ですよ。だから手段というのはその目的を実現するための手段です、うん、これを目的化して物を言う人たちもいるんです。ですからここはですね、やっぱり手段というのは大きな、例えば 3.11 であるとかリーマンショックであるとか、いろんな世界の何かの問題というのは手段がいろんな示唆選択できるようにするんだと、まず公約に向かっては一生懸命やるっていうのも当然ですよ。そういうものだと思いますね。ただ物によっては100点もあれば80点もあれば50点もあるだろうと、こういうことは世の中ですからあり得ます。だから全てそこに向かってやるということ、それで目標は変えないっていうのは我々が当然のことだと思ってますよ。まあ、公約はね、政治家が国民だったり県民だったり市民だったりですね、それぞれ約束をしてこういうことをやっていきますよということになるわけですけども、確かにこの努力してできない場合、あるいはまた何もしないでできない場合、あるいはまた方向性を変えて、ある意味で県民からあっというような感じでですね、いろいろこのあると思います。だからこういうある中でのですね、公約というものをどのように考えるかということなんですが、やっぱり県民市民に約束をしたらですね、公約はぶれずに、任期中はですね、しっかりとやっていく、次何か変化がある場合には、まあ、その次の出ることがあれば違った形でですね、承認を得るというような格好でやることになると思いますので、やはり公約をした4年間はですね、その公約の実現にですね、全力を取り組んで、そしてその実現に向かって成し遂げるとこういう覚悟が必要だと思いますね。政党も政治家も公約っていうのは選挙前に行きました。選挙前に行ってそれで票をもらうんですよ。あ、この人の公約は夢だ、この人の公約は正しいとか言って票をもらって、最終的には当選したり落選したりするわけなんですけど、これはもう本当に重いんだという認識論を持たないと、やっぱ公約をして自分が当選した後変わるというこの時のですね、政治家のこの説明能力っていうのはものすごく、私は辞任を考えるぐらいの恐ろしい決断のもとに変わっていかなきゃいけない、ちょっとした対応とかですね、ちょっとしたイレギュラーでこれができなくなりましたと、そう簡単なもんではないという、そういう認識をですね、持たなければいけないというふうに思って、しかもこれが180度変わる、ね、ということはものすごくこれは政治家にとってはね、自分を選んだ人をある意味裏切る行為になっちゃうわけだから、そのことについてですね、政治家は重く受け止めなきゃいけないというふうに思ってますから、臨機応変にもできないし、他の外からの対応だからといって簡単にやってもいけないし、そういうようなことも難しい中でね、全部を読み込みながら公約っていうのを考えていかなきゃいけないというふうに思ってます。皆さん、私の公約は不条理に対しては徹底して当たった、条理に対しては徹底して受け入れていくのが通行ですね。このままいくと非常にこの公約というものがこの基地問題に集約してみると、中山知事を責任にして仕方がないという形でごまかさっていく可能性がある、ね、そのごまかせないためにも徹底して基地に関しては挑むという、この姿勢は私は約束します。
沖縄の選挙、代表を選ぶ選挙をする1968年の選挙構成以来ですね、理解されてきましたけれども、本当にあの行政の長期的に実績のある方々、議員とですね、お客さんの方々ですけど、本当にこれだけ知名度が高いですね、議員の方々が揃われて、非常にこれ、県民注目の選挙をしているので、本当にぜひですね、この盛大な議論、正々堂々とした。私は県民代表ですけれども、私は県民代表ですけれども、皆様のご検討をですね、お願い申し上げたいと思います。